はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、タレントの石田純一さんが登録者数約200万人の YouTuber の方とコラボ動画を撮ったんですけども、すぐさまですね、やらせがバレたっていう件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、コロナ禍におけるですね、まあ、お出かけだったりとか、会食だったりとかを繰り返した結果ですね、まあ、世間から大バッシングを受けてですね、仕事がほぼなくなってしまった、タレントの石田純一さんなわけなんですけども、石田さんがですね、最近ね、登録者数が約200万人いる人気 YouTuber のプロタンさんとですね、コラボ動画を投稿したんですね。はい。まあ、しかしですね、このコラボ動画が投稿されてすぐさまですね、あれこれやらせじゃねえかってことですね、すぐやらせがバレちゃったんですね。はい。今回の動画はですね、そのやらせ動画の詳細、そしてですね、あまりにも浅はかなやらせの方法とは一体何だったのか、そしてその思惑とはというですね、この辺に関してですね、僕なりにいろいろと話をほうしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、石田純一さんといえばですね、コロナ禍においてですね、確か去年ですから、2020年においてですね、その遠出したりとか、何回も飲み会に行ったりとかですね、そういうところをですね、何回も取られてしまったっていうこともあってですね、まあ、かなりですね、世間からバッシングされたことで有名ですよね。うん。まあ、一回お出かけとかしてたりしてですね、それが取られて、がっつりバッシングされて、謝罪とかいろいろあったにもかかわらず、またもやそれをやっちゃうっていうね。はい。もう何回も何回も繰り返すっていう。うん。で、そのうちですね、こう、謝罪というよりもこう逆切れに近いようなコメントを出しちゃったりとかもして、まあ、それもまた世間からさらにバッシングを浴びたね原因となっている感じがしました。うん。まあ、つまりその行動も間違えたけど、行動の後の対応もなんかことごとく全部間違えちゃってたような石田さんっていうのがなんか僕の中の印象だったんですよね。うん。で、実際問題ですね、まだまだコロナ禍においてですね、そのコロナ問題というのは日本ではね、ほんと続いていってるじゃないですか。で、もっと言うとこれから先、来年、再来年も続くかもしれないみたいな、まあ、それくらいの話にはなってますよね。で、そういった状況において、やはりそのコロナで大間違いを犯してしまった芸能人っていうのは、こういう状況で使うわけないじゃないですか。とにかくイメージが悪いですから。まあ、芸能人なんてはっきり言ってですね、まあ、もちろん実力もすごい大事かもしれませんけど、実力以上にイメージが大事なね、仕事だったりするわけですよ。で、そんな中においてですね、ね、これからね、何年も続くかもしれないコロナにおいてですね、コロナでねやらかしてしまった芸能人っていうのはまあなかなか致命的なんですよね。はい。で、そういうのもあって石田さんはですね、実際問題決まっていた仕事やレギュラー番組をほぼすべて失ってしまったんですよね。そして石田さんはですね、現在 YouTube チャンネルを開設してね頑張ってるんですけども、まあこれも登録者数も数千人くらい伸びてないわけですよ。うん。でですね、そんなですね、その石田さんがこの度ですね、登録者数193万人の人気 YouTuber プロタンさんとですね、コラボしたわけなんですね。はい。じゃあ一体どのような動画だったのか、そしてどのようなやらせがバレたのか、この辺に関して話していきたいと思います。はい。まずですね、このプロタンさんって方がどんな方かっていうとですね、僕もね、ちょっと名前は知ってたんですけども、どんな動画をして、動画を投稿してるかっていうとですね、マッチョな肉体美を武器にしてですね、こう、大食いだったりとか、筋トレシーンを見せるっていう YouTuber の方みたいですね。はい。だからもしかしたらこのプロタンさんのプロっていうのはプロテインから来てんのかななんてね、まあ、ちょっとわかりませんけど、これは僕の勝手な予想ですけども、はい。まあ、とにかくそういう方らしいんですね。で、この方がですね、4月13日にですね、自身が引っ越したばかりの新居を舞台にしてですね、ある動画を投稿しました。で、その動画のタイトルが何かっていうと、神回、隣のマンションに大物芸能人が住んでいたので、家に招いてみたっていう名前のタイトルなんですね。うん。まあ、だから、そのマンションの隣の部屋に石田純一さんが住んでいたっていうことですよね。はい。まあ、でもそう考えるととんでもない、やっぱり金持ちなんだなって思いますよね、プロタンさんでね。まあ、石田さんって言ってもね、なんかすごい高級そうなマンションに住んでるイメージあるじゃないですか。うん。でですね、そこで出演したのがこの石田純一さんなんですね。ちなみに石田純一さんって現在67歳みたいですね。はい。まあ、そう考えるとすごい若いなっていうね、さすが芸能人だなっていう感じもします。うん。はい。でですね、そのプロタンさんの動画に石田さんが出演してですね、動画内でこんなやり取りをするんですね。プロタンさんが、いや、まさか引っ越した隣に石田さんがいらっしゃるとは、っていうふうにですね、言ってですね、で、石田さんも、いやいやいや、と照れ笑いしてですね、そんなに近いんですかみたいな感じでプロタンさんが説明、またね、なんかこう投げかけるんですけど、それに対して石田さんはですね、ねえ、っていうふうに返す感じなんですね。はい。つまり、この段階であれって視聴者は思ったんですよ。はい。というのは何かっていうと、なんか会話が噛み合ってないっていうか、なんか盛り上がってないな、みたいな。うん。なんか石田さんがですね、どうもこう多くを語ろうとせずにですね、どうも歯切れが悪い感じなんですね。はい。でですね、そこで、どうやらこの芸能、関係者がですね、このやり取りを見たらしくてですね、そこでですね、すでにね、あれこれやらせだぞって気づいちゃったらしいんですね。はい。というのは何かっていうと、石田さんっていうのはですね、どうやらその奥さんのね、プロ野球選手のね、娘さんである東尾理子さんとですね、あと子供さんとね、暮らしてるんですけども、これ暮らしてるのがマンションじゃなくて一戸建てなんですよね。はい。一戸建て。うん。
で、しかもですね、その、プロタンさんのね、住んでるその新居マンションがですね、その一戸建てでも車でも20分かかる距離らしいんですよね。はい。まあ、だから、まあ、どう考えても隣じゃないと。うん。てか、そもそもマンションじゃねえというわけなんですね。はい。まあ、なので、あれなんかこれおかしいなという話なわけなんですよ。うん。まあ、でも確かにですよ。確かに、その引っ越した隣にね、たまたま石田純一さんが住んでて、で、動画に出てもらいましたって、なんかおかしな感じもしますもんね。うん。まあ、無理やりな感じがすると言いますか。はい。まあ、でですね、結局これは何かっていうと、その石田さんの事務所にですね、どうやらですね、その芸能関係者がですね、取材を申し込んだらしいんですね。はい。で、そしたら何が分かったかっていうと、あの動画はプロタンさんが用意した台本があったようで、石田はそれに従ったまでなんですよっていうふうにですね、まあ、すべてをね、認めたと言いますか、やらせをですね、あっさり認めたというわけなんですね。ちなみにプロタンさんのですね、事務所の方にもね、確認を取ったところ、本当に隣に住んでるわけではございませんというふうにですね、すぐさま謝ったらしいんですね。はい。タイトルでインパクトを出すためで内容を見ていただければわかると思いますが、ドッキリですというふうに言ったんですね。はい。まあ、ただこのドッキリっていうのも実は言い訳らしくてですね。というのは何かっていうと、動画の中でいや実際は隣に住んでいないんですよっていうふうにドッキリだとしたら種明かししないといけないじゃないですか。そう、種明かしもなくて本当に隣に住んでる人としてただ出てるんですよね。うん。はい。まあ、つまりですね、石田さんはね、プロタンさんとですね、そのコラボをして登録者数を伸ばそうとしたってことなんですよ。実際問題、石田さんはですね、今年の1月に YouTube チャンネル立ち上げてるんですけど、現在まだ登録者数が4300人くらいしかいないんですね。はい。まあ、だからこれくらいしかいないっていうのもあって、まあ、いわゆるそのトップ YouTuber の方のね、動画に出演しようっていうふうに思ったということですね。はい。というのがですね、今回のニュースの内容となっております。はい。じゃあ、ここからですね、何が見えてくるかっていう話なんですけども、うん。なんか僕思ったのがですね、こう、相変わらず石田さんって、やることなすこと全部ずれちゃってるよな、なんか全部裏目に出るよなって思いましたし、なおかつプロタンさんもですね、なかなか爪が甘いなっていうのが僕の正直な感想ですかね。うん。というのは何かっていうんですよ。何かっていうと、うん。まあ、確かにね、その YouTube においてコラボってめちゃくちゃ大事な要素なんですよ。はい。まあ、実際問題はね、あの、吉本芸人のカジサックさんなんてですね、いわゆるその YouTube チャンネル今200万人とか突破してるのかな、あれですけども、カジサックさんが YouTube でやっぱり勝てたのなんて、もうひたすらコラボコラボコラボのね、もう豪華吉本芸人のメンバー、オールスター総出演みたいなね。はい。あと YouTuber の方ともコラボコラボみたいなね。まさにそのコラボで勝ち上がってきたのがカジサックさんなわけなんですよ。うん。まあ、失礼ですけども、あの段階でのですよ、キングコングの梶原さんが登録者数100万人超えるなんて普通だったらありえないわけなんですよ。だからそれくらいやっぱりコラボの力ってでかいんですよね。うん。まあ、なので、やっぱりその石田さんもですね、YouTube チャンネルを伸ばすためにですね、まあね、プロタンさん、まあいろんな YouTuber さんとコラボしたりしようと思ったと思うんですけど、まあでも普通に考えたらですよ、まあプロタンさんって外見から察するにおそらくですけど、20代中盤から後半くらいな感じがするんですけども、まあ20代後半にしときましょうか。20代後半のプロタンさんと、そして石田純一さん67歳が急に動画でコラボするってなんかすごい違和感あるじゃないですか。いずれこれどういうつながりなのみたいな。うん、ね。で、まあおそらくですけども、そのね、そこをうまいこと隠すためじゃないですけどね。うん。その違和感をうまいことですね、みんなにね、皆さんからのですね、違和感をなくすために、あくまで、その隣に住んでいたんですよ、みたいなね。はい。そういう引きをね、持たせることによってですね、それをごまかしつつ、さらにですね、隣に住んでいたという奇跡、みたいな感じでね、まあ、再生回数をですね、一気に上げようと思ったと思うんですけども、うん。まあ、すべてが裏目に出るというね、もうすぐさまもう気づかれてしまったっていうね、うん。はい。まあだから石田さんもね、まあだからそのコロナ禍においてですね、その会食とかしまくってですね、そのそれがバレてね、記者にですね、取材に来られた時に、ね、素直に謝っとけばいいところを変にですね、プライドだとかでそういうの見せてしまって、変な風にですね、返してしまって逆切れみたいな形になってね、むしろね、さらにバッシング受けたりとかね、した件が散々あったんですけども、なんか今回もある種それと似てるなっていうね、なんかとにかく爪が甘いっていう、うん。あの時と一緒ですよ。あの時のその、コロナ会食騒動の時と一緒で、もう全てにおいてとにかく爪が甘いなっていう風に思いましたね。うん。で、あと、単純にそのプロタンさんもね、これ、まあ、台本書いたのプロタンさんなんでしょうけど、なんかプロタンさんも完全に爪が甘いなっていう気がしますよね。うん。まあ、確かにね、何度も言いますけど、そんなね、20代後半くらいのプロタンさんとですよ、しかも一般 YouTuber なわけじゃないですか、YouTuber の20代後半の男性と67歳のね、芸能界でずっと活躍してきた男性が、急にコラボしようと思ったらですね、何かしらね、なんかこうね、違和感を払拭するためのですね、作戦はね、そこに入れ込まないといけないと思うんですけど、まあ、にしたってね、っていうね、西田って隣に住んでましたみたいな、はい、そんな安易な方法あるかみたいな、ね、感じもするんで、うん、だから僕としてはですね、今回計らずも何が分かってしまったかっていうと、石田さんのですね、まあ、とにかくですね、浅いと言いますか、うん。
ね、全部が裏目に出てしまうですね、浅い戦略と、そしてプロターンさん側もね、ある種この浅い戦略っていうんですか、それがね、がっつり分かってしまったなっていう感じがしましたね。うん。まあでも何にせよですね、石田さんっておそらくですけども、これから先もいろんな YouTuber の方とコラボしようとすると思うんですよね、プロターンさん以外も。はい。まあでも全部やらせなんだろうな、とかね、まあそういういろんなものが見えてしまうっていう結果になってしまったので、まあこれから先どういうふうにコラボしていくつもりなのかなっていうのはちょっと疑問、だし、ちょっと楽しみな部分もあります。はい。というわけですね、今日はこの辺でおります。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございました。